よろししくお願いします、えーとえー、今のヒロム選手のスピーチで私、スイッチが入りました、えー、今年のスーパージュニアです、ねえー、私はですね、えー、テーマは、えー、ふざけない、えー、真面目にやる、えー、ケツは使わない。 この辺で、えーね、この辺のことをテーマにやってきたと思います。あの真面目にふざけてるとかそういうことじゃなくてあの本当に真面目にやります。はい、一切のおふざけをなしで、えー、初戦のヒロム戦から、えー、全力でぶつかっていきたいと思いますそしてケツを使わない、えー、ヒッパーアタックもこのシリーズは使わないでい、えー、けたらなと思います。はい トップヒロムズビクトリーということで、えー、スーパージュニア頑張りたいと思います以上です。